お願いします。というわけで来ましたね、オフログパーティー大阪公演。はい、来ましたね。あと10、もう5分切りました。そうですね、はい、もうちょいですね。もうちょいです、本当に。なんかやっぱホームなんで、やっぱりいい安心感も持ちつつ、さっきまで全く緊張してなかったんですけど、緊張してきたの。この5分前ぐらいからが一番嫌い。なあ、早出たいよね、うん、逆になんかその解放されたい。そうそうそう、マジで舞台立ったらできるから、だいぶな、そこまでが嫌やねん。そうやねんな。でまあちょっと大阪公演はダンス、オープニングのダンスが変わったりとかして、ちょっと練習期間もすごい短かったんですけど、まあちょっと僕らなりに体酷使しあったので、それもちょっと楽しんでもらいたいなっていうところと、あとはまあ東京公演からブラッシュアップ、そうやね、内容をすごいしたので、うん、大阪公演来てくださる皆さんの中に東京公演来てくれた方もいるから、うん、より楽しんでもらえるこうファンミをお届けできたらなと思いますね。そうですね、今日はもうチームチカログ総出なんで、総出です。テラさん総出です。テラさん総出です。総出なんで、もちろんテラさん含め、はい、総出なんで、ちょっと最強メンバーでお届けできるのがちょっと心強いので楽しみですね。はい、ぶちかましたいなと思います。はい、頑張ります。はい、それでいきましょう。よろしく、どうぞ。大阪公演始まって心躍ってます。どうも、チカログのチカです。よろしくです。お願いします。じゃあ早速企画の方行きますか。行きましょう。よし、じゃあ早速涼介、企画の方お願いします。ジェスチャーゲーム。はい、叩きます、どうぞ。りょうすけ、次の企画お願いします。みんなで踊ろう。丸罰ゲーム来たよ、来たよ、丸罰ゲーム来ましたよ。りょうすけはテラさんを車で引いた。あ、なるほどね。さあ、丸か×か、せーの。結構丸おんの悔しい。丸多い。×でーす。あー、×やった。さすがに引いてたらめっちゃ減るやん。めっちゃ減った。めっちゃ減った。めっちゃ減ったね。丸々を語ろうよ。おー、ファンミーティング大阪ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。そして来てくれたラグビーのみんなもそうだし、協力してくれたチームチカログスタッフの方々いたからこそなんとか乗り切ることができました。ちょっと10月ぐらいから動き出して東京を終えて、その間にイベントが重なったりとかして結構バタバタした
コンディティングだったけど、ほんまにやってよかったです。ちょっと次回もいろいろ考えて、もっと楽しんでもらえるように、僕らが楽しめるようにいろいろ考えてやっていきたいと思いますので、 YouTube 力グ今年7万人いくので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけで、立山大阪、ファンミーティング大阪公演オフログパーティー終わりました。寺さん、共に乗り越えましたよね、東京大阪と。そうですね。どうですか、この乗り越えた感想。いやなんか駆け抜けた感じですね。駆け抜けましたよね、本当に。怒涛のようにね、本当に。まあオフログパーティーの構想が、去年の秋ぐらいから始まって、でこうやって無事にこうちょっとね至らぬ点ももしかしたらあったとは思うんですけれども、東京大阪とログミの皆さんと共に、楽しめたのがやっぱりこう YouTube 力グーとしてのこう一個財産になったなっていうのはとても終わってすぐに感じております。でこれもやっぱりログミに関してはもちろんそうなんですけれども、僕たち YouTube 力グーチームがあってこその、成功やったと思うし、東京の、ウェイバーさんと、大阪の、ゴールディーさんがとてもこう親身になってイベント成功に向けてとても助けていただいたので、本当に、全員のおかげと、僕は本当に思っております。ありがとうございます。改めて本当にね、 YouTube 力組ね、普段アットホームなの、なんかこうのほほんとした雰囲気がこう取り柄とかこう言ってこう好きみたいなのも言ってもらうんですけれども、まあ、僕らとしてはすごいこう野望というか目標というか夢も持ってて、すごいギラギラした部分の力でも実はあって、でまあチャンネル登録者数7万人という目標も必ず達成しますし、7万とは言わず10万人、今後ね50、100とこう夢見て、影響力のあるこうチャンネルにしていきたいなと思います。ただそれは一人二人ではできないので、皆さんログミの皆さんがいてくれるからこそ、成し遂げることだと思いますので、これからも YouTube 仕込みで応援のほどよろしくお願いします。そして寺さん、大人の青春していきましょうね。これからもよろしくお願いします。大人の青春を、見せていきたいなと思いますでした。皆さんはじゃあ宴行こうぜ。さあ、りょうすけ飲もうか。飲まへんやろ。飲めない。飲まへんやろ。Ha ha ha ha!